Hello, hello, and welcome back. We're here with another video. Can you believe it? Oh my gosh, she is back. You're gonna see some changes. I kind of rearranged my whole setup, so I'm kind of vibing with it though. I just need to figure out what I can put on the back of that door to make it a little less bleh and a little more, I like it. So if you have any ideas, put them in the comments below. We're on episode 13 of Vinland Saga. I'm pretty stoked to get back to it. I did post in the community tab what we actually think of Askeladd, because genuinely, I do not know. I do not know how to feel. So if you want to give me your opinions, I am all ears, eyes, because I'd be reading the comments. All right, let's get this started. The last we ended up, it was like an ambush. I want to know more about this king. I don't know if we like him. He's probably a bad guy. They're always portrayed as evil, right? So like, I think it's a bad guy. There's where we left off. Aww. デンジン相手に事を構えても我らウェールズに益はない。グラティアヌス、私はウェールズ小王国全体の行く末をおもんぱかるあなたを尊敬している。だが我々はあなたとは少し考え方が違うのだ。デーンの王子とどんな約束を交わすというのだ。所詮は蛮族、道理は通じぬ。何わめいてんだ、あの野郎。 やんのかやんねえのかはっきりしろや。いや、これは戦にはならねえよ。言葉わかんのか、ビョル。いや、わかんねえ。けどよ、その気なら最初の矢で死人が出てたはずだぜ。まあ、はったり聞かせて話し合いを有利に進めようって腹じゃねえの。I don't know. Bjorn's kind of still an interesting character to me. I don't know. King of Demons. すまんな、アシェラッド。Interesting. どうせ茶番です。ごねてみせて、出方を見ているんでしょう。ヤギも狼の皮をかぶらねば草もはめぬ時代です。彼らに同情しますよ。教えるのか、お前の計画を。それもいいでしょうが、茶番がやりたいなら少し付き合ってやるのも一興かと。This is so wedding. ものどもしかとみよ。こちらにおわすお方こそ、デンマーク国王、スヴェン陛下のご子息。かしこまって聞くがよい。さ、殿下、一発景気のいい短歌を。何でもいいんですよ。似てくるぞ、とかなんとか。あの無礼者どもに不快感を表明してやってください。あなたが言えば、 やつら金玉縮み上がって道を譲るでしょう。殿下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 。
争いを好まれぬ。だから無用の喧嘩にならねえように場を収めてくれっつってんでしょうが、甲斐みてえに押し黙っててスベン王の跡目が務まるとお思いですか。黙れ！な、貴様らに殿下の何がわかる。王宮は親子兄弟が相食らう狐の巣だ。病がちだった殿下がその中を生き延びるのにどれほど苦労なさったか。うん、わきまえよ。
殿下がどのように振る舞われようとも貴様ごときが口を出すことは許されぬ。 OK respect OK respect 彼らに計画を伝えます。うん、よかろう。私も行こう。野郎ども、その場で待て。奴らの大将と話しつけてくっからよ。ラグナル殿、お言葉ごもっともです。殿下の恩名を案ずるあまりつい出過ぎたことを申しました。殿下もどうかご容赦くださいませ。It's crazy because Askeladd has these moments of being a human. だっせ。お前本当に俺とためか。Poor Thorfinn.He's been through so much. ラグナルと言ったか。はあ。ひな鳥もいつかは巣立つということを知らんな。あれではかえってひなに良くない。計画のためにお前のやるべきことは多いようだな。まずはひなを巣立たせることか。はあ。心得ております。I think it's funny that Askeladd always takes on this role of like the mentor or like.Like, I don't know, he's the one that's like pushing these kids to their absolute limits. At no, like, at every cost. Like, it's crazy. Two things are not possible. You can say that there is a face to face. And you can say that there is a face to face. And you can say that there is a face to face. And you can say that there is a face to face. And you can say that there is a face to face. And you can say that there is a王が100人程度のデンジンにビビっていると思われかねん。確かにな。我々の要求するまま答えていてはあなた方も格好がつかん。配慮に欠けたことをお詫びしよう。帰国への書簡を書いたのはこの私だ。見返りについて書述しないのは機密保持のためと記したはずだが。ええ、読みました。それでは伺いましょうか、その機密について。誰か？そりゃおめえ、アシェラッドだよ。ウェールズの言葉を話せるなんて知らなかった。へえへえ、一番子さんのあんたにも知らねえことがあるんだ。 I don't want any kind of like I don't want him turning on Askeladd. 知ってることといや、野郎がデンマーク人だってことぐらいだ。水くせえ野郎だ。十何年も一緒にやってきて何も話はしねえ。なんだ、拗ねてんのか。でけえ図体して。うるせえな、喧嘩なら買うぞ。まあまあ落ち着けよ。いいじゃねえか、あいつはいい狩猟だ。月もある。稼がせてくれるんなら心情がどうでも俺はついてくぜ。だが I really like the artwork and I'm gonna say that every video. 直系のリディア様の子だ。 Their clothing is phenomenal.我らローマンケルトの偉大なる指導者の血が受け継がれている。すると貴殿はデーン人ではないのか。ウェールズとデーンの根血だ。父オラフはかつてウェールズ沿岸を略奪し、その際リディアを愛称としてさらった。生まれたのが俺だ。アルトリウス、5世紀から6世紀にかけて活躍したイギリス先住ケルト人国家ブリタニアの軍団総指揮官である。516年、信仰著しいサクソン人、後のイングランド人の軍勢をベイドンヒルの戦いにおいて打ち破り、ブリタニアに平和をもたらした。後世に語り継がれ、アーサー王伝説の原型になったとされる人物である。 So we're learning about Askeladd.貴殿の話、信ずるに足る証はあるか。私だ。この男は14歳の時、リディア様と共にウェールズを訪れ、初めて私と会った。That's why he's relevant. それにしても、
偉大なる決闘最後の一人がデエンジンとの根血とは。そこだよ、アッサー殿。根血だからこそだ。俺はデエンジンに溶け込んでいる。つまりウェールズはデンマーク軍内に俺という工作員を持つことになる。あのボンボンを次のデンマーク王に仕立て上げれば、俺も国政の要職につける。そうすりゃウェールズへの不可侵条約を結ばせることすらできる。奴らには What? この地一歩も踏み入れさせん。恐れ入った。なんと大胆な。よくもそんな大風呂敷を。アッサー様が笑っておられるぞ。肝の太いお方。まあ血の問題は別にしても、俺はデンジンが嫌いだ。Okay, we just... What? What? 断る。武器を手放すなどありえぬ。この国を通行する間、連中の捕虜になったふりをするだけです。国境で追放されるとき、武器は返されます。それで彼らのメンツは保たれます。不思議でならん。なぜ貴様の部下は命令にホイホイ従うのだ。すごいでしょう。これでも結構部下に信頼されてるんです。おいトロフィン、お前もだ。ざけんなハゲ。信頼か。こいつは別です。クソガキめ。勘違いするなトンガリ。うん、俺はこのハゲの部下じゃねえ。敵だ。敵。ああ分かった分かった。あんた方は結構二人ぐらいは多めに見てくれるでしょう。よし進軍再開。デエンジンだって。アッサー様が捕らえなすったらしいぞ。見てんじゃねえよお姫様。言いてえことはてめえの口で言えや。舌がねえのか。Is, I wonder if the prince is gonna come out of his shell. But, 僕は臆病で喋らないわけじゃないんだ。で、慎重なんだ。慎重にしないといけないんだ。僕は王子だ。そなたたちとは違うのだ。異国においてはなおさらだ。父王陛下のお許しもなく、不可侵条約だの、不快感の表明だの、できるわけがない。僕は慎重なのだ。そこそこマシな言い訳言うじゃねえか。おつむは足りてるようだなお姫様。この無礼者は初めてだ。今まで僕にこんな態度を取る者などいなかった。ならいい経験じゃねえか。発言を取り消せ。言い訳などではない。お前などに王族の苦労の何がわかる。わめくんじゃねえよ、座ってろ。わめいてなどおらぬ。僕は自分の発言の正しさを主張しているだけだ。はいはい、わかったって。だいたいなんだその態度は。この僕をなんと心得る。わし以外の者と話されるとは。 I love that Thorfinn pissed him off enough to make him yell at him. What? アシェラット、もっと早く進めんのか。 This guy does complain. このままでは雪に振り込められるぞ。たく、うるせえな。Valid. マシア伯領の北端を横断して、そこから本陣ゲインズバラを目指しましょう。一周は早く着く。敵の領地を進むというのか。ウェールズの山の中で雪に振り込められたら、
身動きが取れなくなる。なに、心配いりませんよ。敵の本拠地からは遠いですし。急に道変えるの？大丈夫かよ。心配すんな。アシュラッドの判断に間違いはねえ。I still can't shake the fact that he's like a double agent, honestly. It's weirded me out. Like, look at that face. You can't tell me that it's like bizarre, like not bizarre, because it is, that he's a double agent. And I want to know your thoughts and opinions on that, because for me, it's very, I don't know how to feel. I'm going to be honest. I don't know how to feel about it.The highlight of this episode was definitely the prince getting into it with Thorfinn. Like, Thorfinn pissed him off enough to actually speak. That's huge. Thank you so much for watching. I appreciate you all so, so much. I will be back with episode 14. I can't wait to see what happens next now that we know things about Askeladd. How do you feel about it, though? You know the drill. Let me know your comments, thoughts, opinions down below.If you liked what you saw, feel free to like and subscribe. I will be around. I did also mention in the community tab what we thought of Askeladd before this episode, so kind of funny how that worked out. I hope you have a fantastic day, and I will catch you all next time.